Hello everyone, this is a continuation of Fairy Tale. Please enjoy. ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。騎士様のように器用には操れませんが、使者といえどある程度のマクロで動かすことができます。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動できる。お前らセイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスは間もなく起動する。強化様、残る9機門は強化様一人だけにございます。どうか我らの悲願、ゼレフ教のもとへの帰還を果たしてくださいませ。ああ、そなたの魂とともに必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を滅する。なんだこれは。どうしたの、夏。この声。え？何？この声、間違いねえ。悪のロギアだ！さすがに想定外。奴が来ると強大な魔に釣られてきたか、それともゼレフを追ってきたのか。ちょっと大丈夫、夏。熱っ。ガジルも？ドラゴンスレイヤーがアクノロギアに反応してる？そうか、奴の狙いは END。 END を恐れている。復活の前に破壊しに来たというわけか。面白い。夏、時が来たようだ。イグニール、お前なら必ず END に勝てると信じている。イグニール、なんでイグニールの声が。悪
クノロギアは俺が何とかしよう。今まですまなかったな夏。俺はずっとお前の中にいた。今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを排除する。生きよ夏。夢でも見てるの父ちゃん。どうなってんだこりゃ。おいサラマンダ、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ、ずっとずっと探してたのに。ふざけんな、イグニール。バカが、話は後と言ったろうに。今言え、なんで急にいなくなった。しかも俺の体の中にいただと。ガジルやウェンディのドラゴンはどこだ。777年7月7日に何があったんだ。夏、邪魔だ。邪魔ってなんだよ。久しぶりになったのに許せにくか。言ったろ、積もる話は後だ。お前はお前の仕事をしろ。仕事だ。ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。END の書を奪ってこい。なんで俺がそんなことを。お前にしかできないことだからだ。それに奴は今回の騒ぎの首謀者だ。それだけで戦う理由にもなるだろう。いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。奴から奪うのだ。報酬は。何？当たり前だろ、ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。引き受けた。行ってこい夏。ああ、絶対約束守るよ。もうどこにも行くなよ。おお、約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、炎竜王イグニール、このマルドギールの計画を邪魔させるわけにはいかんぞ。策は過失修正された。滅びるのは貴様らだ。忘れられし種族よ。強化、聞こえているか。マルドギール様。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。今は制御室にいるな。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも可能だ。制御室の中央メインラクリマ、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク。貴様自身がフェイス発動キーとなることでフェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論、予想ではドラゴンの生命力も奪える。そしてマスター END が復活する。我々の勝ちだ。さあやるんだ。マルドギール様、こんな膨大な魔力とコナタの呪力を生体リンクさせたらコナタは死にます。それがどうした。死を恐れるのか。
タルタロスの悲願成就のためなら、この命少しも惜しくはありません。すべてはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタはフェイスの発動装置と一つになった。何？何のために？あいつ合体したの？フェイスの発動を早めるためか。単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後コナタも死ぬがな。大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけか。いかにも、そなたはまだ知るまい。旧気霊聖典強化、真の姿、エーテリアスフォーム。そなたにこなたは倒せない。コナタの呪力は今日力を増して、時間ごとに無限に力を増す悪魔。食らうとよい。蹴りをつけねば厄介だな。急ぐぞエルザ。分かってる。乾燥変電ブルーメンブラスト。テイクオーバー、サタンソウル、シュノリ。テイクオーバー、セイラの力を食らいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。カント、天輪の鎧、アクレスオーダー。ネブ、ミル、デル、エルカンティア、ヤグド、リゴール。テイクオーバー、サタンソウル、シトリ。テイクオーバー、食らいなさい。お前は死を選んだ。仲間と共に歩く道を諦めた。黙れ。そなたの痛覚をむき出しにした。それは風が吹くだけで体中に激痛が走る。思い出すよな、エルザ、あの地下拷問部屋を。やめろ。ここまでなのか。あのエルザが破れるのか。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。もっと絶望しろよ、エルザ。まずは資格を奪う。次は触覚、味覚、嗅覚、そして聴覚。これがこの世で聞く最後の言葉だ。これが完全勝利だ。我が魂尽きようとも人間どもに未来はない。そなたは殺さん。死より辛い地獄を味わうがよ。このまま冥王様の人形にしてやろう。毎日毎日ゆっくり時間をかけて心と体を一部ずつもぎ取られていくだろう。羨ましいな。ほら、嬉しいだろう。嬉しいですって言ってみろよ。あ、見え
れようと、私の道を照らす光は誰にも奪えない。ありえぬ。何も見えなくて、何も聞こえなくて、私の中に光がある。仲間と共に歩いてきた道が私の明日を照らすんだ。何も恐れることはない。これ式のことは痛みのうちに入らん。究極の痛みと友を失う痛みだ。バカな、見えてないはずだぞ。こいつをエルズ。まず聞いてないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。ただこの剣を振るうのみ。よし。何度でも行くぞ。悪魔が陰謀の霊。我々の勝利だ。ありえん。五感すべてを封じたのだぞ。さらに我が呪力にて通覚を極大に。こなたの姿は見えてないはず。こなたの声は聞こえてないはず。なぜこなたの場所が。六冠七冠としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで逆に別の感覚が発現したというのですか。もっと簡単に説明できるよ。エルザだから。納得。こいつ痛みは感じないのか。恐怖は感じないのか。強すぎる。妖刀紅桜。くっ。時間が。とどめを刺さねば。何者か。俺はイグニールの息子だ。ドラゴン子だと。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だからお前をぶっ倒す。あまり調子に乗られるのも気に食わんな、人間よ。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。くそ。
ティング、ラグ、ナッサン、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナツさん、どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？先にはやらせねえ。やらせねえぞ。共闘できる。空にドラゴンが2頭、目の前にドラゴンの子が3人、まだいる可能性もある。我が城を好き勝手に飛び回りおって、マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。怒りだ。よかったな、これで人間に追いついた。口を開いたか、アクノロギア。貴様を我が敵と認識、滅流する。燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す。そんでイグニールに全部話してもらうんだ。燃えてきたぞ。茨の園。感情は思考を鈍らせ、長らく制御できていたつもりだったのだが、マスターイエルでしばらくお待ち。怒りという感情は特に良くない。時に自分が自分でなくなるからだ。さて、自分という子が相違するとはどんな状態であろうか、考えるだけでおぞましい。マルドギールはマルドギール、冥王と呼ばれ、マスター亡きタルタロスを預かっている。この感情は再び忘れなければならない。貴
様らの存在とともな、なんだ不気味な力を感じる。来るぞ。少しだけ見せてやろう、マルドギールの力を。イバラ、イバラ、グレン・ホーワーカーン、オーリー・レイ、そこだ。限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。様は破壊されるのだ、この我に。魔力を消して何がしてんだ。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪。 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船な。行きたければお前一人でも行けばいいだと。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるか。我が部下たちは誰一人として気づいていないが、我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれし、それがゼレフ書の悪夢。 END はその最高傑作だった。だが何があったのか、こうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて絶対に解かれることのない封印によって、しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、 END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いである。ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざわざ避けて歩く。
咲く監獄の花。俺の枕拾ったんだ。大事なもんならもう話しちゃいけねえ。グレイ、グレイさん、この魔力、貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルスレイヤーだ。なんだそりゃ。熱竜は竜を撃ち、熱人が神を撃つとすれば、悪魔を通す魔法だ。これはシルブ。いずれ裏切ることは分かっていた。それがこんな形になろうとはな。運命とは実に面白い。アイスメイク、アイスブリンガー、カリューの結果。そこだ。グレイも来たし、イグニールの前グレン・フォーウォーカーン、白竜の方向。ナツさん、グレイさん、遅くなってすみません。ウェンディ大丈夫か。ボロボロじゃねえか。私、決めたんです。諦めたり立ち止まったりしません。ああ、俺たちは止まらねえ。ずっと進み続ける。前に。人間が何人集まろうとマルドギールの敵ではない。行きます。行こう。メイク行くぞ。スプリンガー、ガリューの任せろ。行くぜ。エリューの斬撃機構、白竜の砲塔。行こう。アイスメイク行くぞ。ガリューの砲塔。メイクバンプレイ。その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目を覚まそうではないか。我が名はマルドギール・タルタロス、冥府の王にして絶対の悪魔。ナツ、なあ、分かってる。フェアリー・テイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間ども、これが最後の戦いだ。悪魔に背いた人間の末、見せてやろう。ビビることはねえ。アイスメイク、バカの力、見せてやる。カリーの結果。
こう側の世界。エアユグドラシル。楽しませてもらった人間の魔導士。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ、その全ての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法こそが全てにおいて上位の力。煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない。ただ消滅する。永遠に無となれ。究極の呪法、メメントモリ。あとは END が復活すれば、あなた、ゼレフを破壊できる。バカな。半身が悪魔化している。シルバーの力か。我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために俺にできることは夏を信じることだ。人間ごときに。削り取ってやろう、貴様らの感情までも。遅れてごめんなさい。ルーシー、謝るとこじゃねえ。
いつを倒すんだ。みんなの力で。今さら精霊魔導士が一人増えたところで何ができる。バカにすんな。ルーシーは強えぞ。最後と破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイ。ヒューマンゼロの波及。やったな。いや、まだだ。 END を破壊しなきゃ。俺はそうだった。あの本取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った。そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。破壊できるうちに破壊しておくべきだろう。イグニールと約束したんだ。その本をよこせ。断る。
まさかフェイズが。まず合わなかった。そんな、大陸上のフェイズが発動する。どうなるの。この大陸中の魔力が消える。魔法の世界の終わりの時。なんか力が抜けて。これはまだ始まりに過ぎ、魔法の消滅はやがて無のエネルギーとなり、 END が復活する。最強のエーテリアスが復活するとき、人間どもには魔法という抗う術がなくなっている。諦めるな、人間たちよ。グランディーネ。メタリカーナ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。こんな奇跡。すげえ。次に消えていく。ドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊して、 END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていたのか。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。秘術によって体内にて眠っていたというべきか。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、アクマロギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる流化を防ぐため。もう一つはこいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだろ。 END の証拠くれ。約束したんだ、必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ。返してもらうよ。大事な本なんだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ、だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか、奇跡が起こるのか、僕にはわからない。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は僕がさらなる絶望を与えよう。あの野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、ナツ、今のうちに言っておくことがある。イグニール。我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぎ抗体を作るため。それによってお前たちは今後流化
せる恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そしてもう一つの理由は、我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール、今火星に行くからな。来てはならん、アクノロギア。やはり予想以上の強さ、巻き込まれるぞ。構われ、俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ。字書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ。グリル、グランディーネ、サルルが一緒だったから。ありがとう、バイスロギア。好きやドラム。イグニール、泣くな夏。ほら、悲しい時はどうするんだ。教えただろう。分かってる。じゃあやってみろ。立ち上がるんだ。うん、俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっとだ。
せてくれ。お前の成長を、お前の生きる姿を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクロロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生きる力だ。ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。少ねえな。あい、金庫盗まれなかったらいっぱいあったのに。お魚10年分くらい。まあ、なんとかなるか。はい。問題はこれだな。グレイ様。ジュビア、お前つけてきたのかよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ジュビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。様を操っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を殺したんです。お前が？ありがとう。ごめん。ごめんな。グレイ様。暖かいです。ND を倒す。嫌な記憶を思い出してしまった。今頃震えが。裏切られ、騙され、集体を晒した。それでも私は人を信じていけるのだろうか。お前なら大丈夫だ。大丈夫。
お前は人の強さも弱さもよく知っている。前へ、光の道をただただ前へ。俺たちは闇の道を行く。ゼレフを倒すために。だがその道はいずれ交わることもあるかもしれない。その時は俺たちを消し去るくらいの輝きでいてほしい。進め、エルサ。震えが止まった。あ、人の気配がする。さては、夏とハッピーね。また、私の部屋に勝手に。あれ、手紙？うわ、何この汚い字。ハッピーと一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。ナッツ&ハッピー。何よこれ。勝手に旅に出るとか何考えてるの。そんなことしたら。寂しいじゃない、バカ。ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これが一つの時代の終わりじゃ。フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。みんな、ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。みんなを守るために。僕を超えてみるんだ、夏。いや、エーテリアス・夏・ドラグニル。
突然フェアリーテイルが解散した。夏も勝手に修行の旅でどこかに行っちゃうし、私はしばらく現実を受け止めることができなかった。あれから1年、ギルドの仲間はそれぞれの道を歩き始めていた。私も週刊ソーサラーの編集かっこの習いとして働いている。でもフェアリーテールを忘れることなんてできなかった。だから記者になったんだ。バラバラになったみんなの情報をできるだけ集めた。この1年ずっとみんなを探してた。もう一度集まるために。今日は大魔党演舞。当然フェアリーテールは参加してない。優勝者も八百長で決まりそうだった。でもそこで誰も予想できない番狂わせが起こる。新たな挑戦者の出現。その熱量は凄まじく、服だけじゃなく会場も溶けてしまいそうなほどで。何なのこの熱。熱？久しぶり、ルーシー。ハッピー、これって。いや、夏がどうしても大会の優勝者と戦いたいって言うからさ。久しぶりだな、ルーシー。元気？この時、私の中で声がした。フェアリーテールはまだ亡くなってなんかいないって。よく釈放されたわね、ルーシー。お前一人で見物してたのか。なんでフェアリーテールは参加してないの。そっか、知らなかったんだね。フェアリーテールが解散。はあ。なんでなんでなんで。あんたたちが出て行った次の日。なんで解散したんだ。それが私にも全然わからなくて。じっちゃんはどこにいるんだ。ぶん殴る。いや、髪をむしってやる。おひげは残してあげて。マスターは行方不明なの。他のみんなは、エルゾ、グレイは。それにみんなそれぞれの道を進んでる。信じられねえ。みんなギルドがなくなって平気なのかよ。どうだろう。だってそうだろう。じっちゃんが解散って言っても反対すればよかったんだ。ラクサスあたりが次のマスターやればよかったのに。夏にそんなこと言う資格あるのかな。ああ夏だってギルドのことなんて考えてなかったじゃない。誰にも相談しないで勝手に旅に出ちゃうなんて。ごめん、夏とハッピーにもいろいろ考えがあってのことだったんだよね。きっとマスターや他のみんなもそうなんだろうな。おお、ここがルーシーの家か。クロッカスに住んでるんだね。こっちの方が職場に近いからね。どうせ泊まるとこないんでしょ。うちに泊めてあげる。おお、神よ。ゴイドルーシー。絶対に物壊さないでよ。それと私の寝室には入らないでね。ハッピー。はい。ギルド、なくなっちまったのか。信じられないね。おし、寝てるルーシーの顔に落書きしに行こう。ペンの準備は完了であります。寝てる寝てる。ナッツ、起こさないようにね。なんだこれ。みんなの居場所すごく細かくメモしてあるよ。目撃情報とか日付とか。
ルーシン。え、何これ、なんで朝っぱらから私ん家の前に軍隊がいるのよ。もう嗅ぎつけてきたのか。あんたらの仕業。いたぞ、あいつが犯人だ。なんで私まで。何したのよ夏。フェアリーテイル復活ののろしを上げてきた。目立つとこにド派手にな。大丈夫、炎はすぐに消える炎だから。そういう問題じゃないでしょ。フェアリーテイル復活って言ってもできるって信じてるんだろ。みんなを集めてギルドを復活させるんだ。来いよ。Hope you enjoyed the video. Please like, share, and subscribe.